ムミさん綺麗になりましたね。ねえ。ベランダでね、白衣も今。ちょっとね、天気がね、悪かったんでね、湿ってるんだけどね。まあ、ちょっとぐらいならね。お部屋見たいの。ひらん、お部屋きれいになったんだよ。カラーもお部屋見よ、うん、どう白からリミのお部屋きれいになった？うん、足が超赤くなっちゃった。本当？はい、ということでリミちゃんね、あの前回しほちゃんと一緒にね、ちょっと掃除やって、リミちゃん濡れてるちょっと床がすごいことになっちゃった、白黒の足跡になっちゃったけどまあしょうがない。それでね、だいぶ綺麗、だいぶっていうかもう綺麗になりましたね、うん、机の上とあと、まあテレビ、今ちょっとテレビ台が段ボールというねことなんですが、まあでもこれはもうちょっとこれもう壊れかけのテレビね、前使ってたやつをね上に持ってきたので、ちーちゃんよりはいいやつ、うん、まあ今後このテレビはね処分するかもしれないんで、ちょっと今のところはこれで、でこの中も一応ね綺麗にまた新たにちょっと増えました、中身前紹介したよりだいぶ増えたかも。ちょっとこっちも開かないんだけど、奥もね入れてね、まあでもちゃんとね整頓できましたね。はい、はい、ということで、あとね1個リニューアルしましたね、リミちゃん。はい、どこですか？ここです。じゃじゃーん、そうあんまりね分かりにくいかもしれないんだけど、このねシロンが違うとこ行きたい。あ、シロンちょっと待ってね、木のね下にこの壁紙をね、余ってた壁紙を追加しました。聞いてますかあのこの壁紙はもともとここと、ここの部分と あの側面だね、あのテレビの裏とかの側面にしかやってなかったんだけど、余ってたんでね、ここも追加しました。こんな感じ。ちょっとね、あと下にあったでっかいクマちゃん、リミちゃんの部屋に来ましたね、リミちゃんの部屋にクマちゃんがやってきました。部屋にクマちゃん超いっぱいいるよ。そうなのはい、こんな感じでね、ちょっと簡単にだけどリニューアルで、さっきも言った、前回も言った通りベランダもね、あの一応こんな感じにしたので、ちょっと今靴下が、黒い靴下が落ちてるのは見逃してくださいあれ白コロが噛んでたやつですはい、いいんじゃないですか、リミちゃん。どうですか、新しいお部屋は。チロンは、あれチロン、あ、裏に行っちゃった、ソファーの裏。来た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 白コロね、もう大満足ですかね。出して、出たいよって、ちょっと待ってね、シロン。はいね、そっかそっか出たい出たい、はい出ようね、はい。しほちゃんの部屋に移動しました、ね、でもしょうちゃんの部屋は今汚そうだから映せないかな。あ、映せませんね、禁止ですね。どうして、え、汚くない？え、これでも一応綺麗にしたこれでも一応綺麗にしたんですか。むいむい、むいむいた、かわいい、かわいすぎる、マイマイかわいい。見て、この花を入れた。来てくれたシロンにはチョコミントにチョコミントを入れた。あ、そうそう、これね、新しく。ムイムイと、同じシリーズ。これドンキでね、この前買いました。はい。なんか、鬼滅グッズあったよね。あった。めっちゃいっぱいあったよね。ね、なんかね。ガチャガチャ。あっちの降りたいね。ありがとう。イノシケもあったの。いか。ん？イノシケもあったんだ。あ、そう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 、これね、ちょっとちもシーンしか書いてない。うん、どうしてリミが鬼滅グッズの紹介をしているんでしょうか。ピラカラ、
わーこのー白コロわーいわーいわーちゃんわーい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 キロンが下行きたいって言ってる。また下行く？あ、キロンって泣いた。もう帰りたいのかな？キロン、行こっか。行こっか。閉めて。かわいい。よし、じゃあカロンちゃん、帰りましょう。キロンかわいい。バイバイ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 。